く。やっぱりあの3人ともね、はい、歌も上手くて、はいはいはい、ダンスも上手くて、うん、でビジュアルも良くて、うん、もうこんな素晴らしいグループいないんじゃないですか。確かに ね、 ね、しかも年々、はいはい、大人に、すごい大人になる年じゃない、うん、なんか急激に、ね、そうね、なんか会うたびマスターもすごい綺麗になった。そうそう、意欲気がさ、うん、なんか出てきてる感じする。大人の女性って感じですね。そう変わったしね。はい、これもどん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 もうなんだろう、美しくもなり、うん、かっこよくもなり、いやもうすごくなっちゃうんじゃないですかね。まあ、小さくてとても可愛いなって思ったんですけど、あのパフォーマンスを見た時にあのものすごくかっこいいなっていうのとエネルギーを感じました。ジュエルさんの魅力は、ズバリそのハーモニーと、ダンスのスキルだと思いますね。僕が最初にお会いしたのはもう随分昔ですね。まあ、小さい頃というか今でも十分お若いんですけれども、だいぶ小さい頃にね、お会いしてるんですけど、でタップダンスの振り付けなんかもさせていただきました。やはりその時に、もちろん覚える記憶力とかその合わせるスキルというのがね、本当にあの天才キッズというか、すごかったなという印象を覚えておりますね。もちろん歌もそうですし、そのダンスに関してはね、いやこんな大人顔負けのすごい人たちがねいるのかという印象をね覚えておりますけれども、小学校の頃から知ってるんですけど、もともとダンスがうまいっていうのは間違いなかったんですけど、そこから歌唱力めちゃくちゃ伸びたんで、簡単に言えば和製マイケル・ジャクソン和製マイケル・ジャクソンがもう3人いるような感じだと思いますよ。こんだけのクオリティのチームいないんで、まずはスキルっていうのが第一の魅力だと思います。いつも全力でハイレベルのパフォーマンス、館内デビルファミリーとして番組開始当初からいつも私たちを楽しませ、そして感動を与えてくれているジュエルの3人。今夜は2017年から現在に至るまでおよそ2年半を追いかけたジュエルの成長の記録を、私田村真美がお届けします。館内デビルスピンオフ企画、ジェイディーズからジュエルへ、夢が夢じゃなくなる日まで。私が初めて彼女たちを知ったのは館内デビルのコーナーでのこと。2017年4月、平均年齢16歳、全員高校生、グループ名をジェイディーズと言った。知らないです。まだ少女と呼ぶに十分な、そのあどけない姿からは想像できないパフォーマンスを、この直後私は知ることになる。高校2年生16歳のアミです。夜空に今きらり流れてきた光の矢に願い託すように、掴めないものばかりが僕らを惑わせるけど、それでも明日を信じ、歌唱力とダンススキル、現代のタップダンスともいえる新しいリズムを奏でながら踊るボディーパーカッションを取り入れた楽曲の振り付けもほとんど自分たちで行うという。私たちを魅了するに十分なパフォーマンスを見せる彼女たち、それでも常に高みを目指し自ら試練の場を設けていく。世界的タップダンサーヒデボーさんに志願したタップダンスもその一つ。普段行っているダンスとは大きく違うその動きに、疲労はとっくにピークを迎え、いつもの明るい笑顔が消えていた。やっぱり相当きついもんですか。きついですよ。やっぱりね、タップダンスはしょうがないです。最初は次の日階段登れなくなったりとかね、そういうふうになりました。いろいろとタップを学んでいったら、はい、こう普通のダンスとかにも変わって、変わります、ね、やっぱりリズム感とか、あのバンドでいう世界、あのパーカッションとかドラムと似てるので、うん、多分歌とかにも
影響は出てくるとか。そうなんですか。結局リズムの世界だから、あの楽器やるにしても何やるにしてもダンスのリズム感も多分良くなるし。あえて過酷な世界に身を投じ、ストイックに上を目指す3人の少女たち。しかしこの後、違う意味で過酷な試練が桃香ちゃんを襲うことに。ここで彼女たちゆかりの著名人からお気に入りの曲を教えてもらいました。好きな曲、あと一歩って曲は出た。すごいね、なんかね、元気になるんですよ。ああ、聞いてるとサビとかね。うん、確かに。なんかその疾走感とか、歌詞もすごいなんか背中を押してくれるような感じだし、そういう曲やっぱいいですよね。うん、多分みんな好きだと思うし。いや、確かにね、本当にね。そう、これからもなんか大切にしてほしいですよね。うん、そう、ジュエルには。そうですよ。曲は夢が夢じゃなくなる日までです。すり減ってくシューズのかかと、うまくいかなくて少し自分が小さく思えてく。倒れ込んだコートの隅、無理に私が好きな曲はひとひらの涙。このミュージックビデオは3人の成長が見れてとってもグッときますね。好きです。はい。プライドもあるから単純じゃないけど、でも一歩ずつ
に全力で突き進む彼女たち。そんな中、ある試練が一人のメンバーを襲った。多分一番精神的に苦しいのはモンカだと思うけど、今ここで泣いたらなんか負けてるみたい。やだやだ、泣かないでおこう。それは悔しい。シングル「メロディー」のリリースに向けて連日イベントを重ねていたジェイディーズ。そんなある日、とある会場でリリースイベントを行う予定だったはずが、なんとももかちゃんの声が出ないというとんでもないアクシデントに襲われ、これを中止に。その翌日、発売日当日となる大事なリリースイベント、声は、喉の調子はいかがでしょう。よくはないですけど、超全力で歌えるように頑張ります。今日ということはライブはやってます。ちょっとあの予定よりも曲数減らすんですけど、あのできること全力で。リハーサルでは声は出ました。本番のために撮っておいて。あ、ということはリハーサルももう、はい、歌わず口パクだけで。本当に悔しいです。実際今喉もは痛い。喉痛くなくて、ちょっとかすれたりとかはしてて、喉がうまく使えないっていうのはあるんですけど、歌うのがすごい好きだったし、こんなに歌えなくなることなかったから、悔しいです。本当にこんな声が出ないとか歌えないっていうのは初めて。喉割と強い方だったし、ちょっと痛いとかはあったけど、出ないこともなかったし、その原因は分かってます。喉使いすぎちゃって、でちょっとさらにそれで無理してリハーサルしちゃって。なるほど。ちょっともうちょいセーブしていけばよかったなっていうのはあるんですけど、ちょっとファンの人はいろいろ思うこともあるかもしれないですけど、今できる自分の最大限を尽くしたいと思います。期待してます。頑張ります。忘れられぬメロディー、夏が来るたびラララ口ずさむよ懐かしいメロディー。ララ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 ラ今日はちょっとね、喉の調子が悪くて自分もすごいこう悔しいというか悔しい気持ち抱きながらだけど全力で、歌うことはできたなと思います。歌うのも踊るのも大好きなので、
これからもずっと歌い続けてたいなって思います。歌うことが好きなのにそれが叶わない辛さ、私には想像もできないその壁を乗り越え、彼女たちはまた新たなステージへと向かう。3曲以上、これまで11枚のシングルをリリースし、イベントや全国ツアーなどライブ本数は数えきれず、その一方で彼女たちが他のライブと同じくとても大切にしているステージがある。Wリーグ公式応援アーティストとして各会場で行っているパフォーマンス、そして先週発売されたばかりのニューシングル「夢が夢じゃなくなる日まで」が公式応援ソング第3弾として会場を盛り上げている。多彩なステージで唯一無二の輝きを放つ3人、そんな彼女たちが結成10年の節目にある決断をした。2019年6月13日、ちょうど結成10年目にあたるこの記念すべき日に、ファンにとっては息を呑むほど驚きの報告を3人はすることに。私たち JDs は今日6月13日10年目突入をきっかけにグループ名をジュエルに改名します。 JDs JDs JDs、 何度その名を名乗ってきたのだろう。時にプライベートも削り、この名前を世に広めるためがむしゃらに突き進んできた。そして彼女たちは声を振り絞るようにこの名前と決別した。君となら届きそうだ、あと一歩クライマックス。
そうですね、力を入れないと声が出ない感じではありました。もう勢いよくジェリーズっていう風にしたっていう風に言わないと言葉が突っかかっちゃう感じで、ちょっともどかしいというか、言いたくないような、でも変わるために伝えなくちゃいけないっていう、その葛藤がありながらの以上 J リーズでしたっていう言葉だったので、改名をするって自分たちで決めたし、改名をジュエルになることによってこういう風に変わっていこうね、こういう意識でいこうねってずっとずっとその日まで話し合ってたんですけど、以上 J リーズでしたって言葉を言った時にやっと自覚したって感じです。でも物心ついてからの全ての時間が J リーズだったんで、人生みたいなもの、青春とかですね。分け合ってきた君がいるから、私がいるから、そう思える仲間がいるから、絶対最強、これまでもこれからも君とじゃなきゃ目指せない、君とだから叶えたい。そうですね、やっぱり変わらず武道館に立つっていうのは自分の目標としてずっと心の中にありますし、武道館に立つのが本当に夢で、でその武道館に立つっていう夢のまでの間に本当にたくさんたくさんたくさん目標があって、階段があって、まずは本当に一人でも多くの方に曲を聴いてほしいし、曲を聴いた上でライブに来てほしいし、デビュー当時からあった武道館っていう夢はもちろんあって、みんなから望まれて立つようなアーティストになりたいなっていうのがあるのと、言葉の壁を越えたいっていうのが自分の中でもあって、言葉だけじゃないパフォーマンスとして見てもらった時に拍手が起こったりとか歓声が起こるのってすごいことだなって思って、どんどんチャレンジしていきたいなっていうのはあります。歴史の中で私が触れているのは3分の1にも満たない、たったの2年9ヶ月でも少女が女性へと成長するとても貴重な時間を共演者として、一ファンとして共有させてもらってきました。これからまだまだ素敵な女性に、そして素晴らしいアーティストになっていくジュエルを大きな期待を込めて見守っていきます。3人の夢が夢じゃなくなる日まで。